愛するの。下向いたって小銭一つ落ちてない。夜空を見てあの星の数、嘘やない、皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。早いですね。もう年明けて29日、今日は1月29日。今日も素敵なゲストさんをお迎えしております。ジャサさんに助けていただいて楽しいひとときをお送りしたいと思います。今日の素敵なゲスト様です。どうぞ。琴音恵子です。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、ジャサさんもよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。あの琴音さんね、はい、私もうゲストにね、はい、来ていただいた方に皆さんにお聞きするんですけど、はい、歌手になられたきっかけを、はい、教えてください。ね、うんうん、まあいろんな、ま、大会、歌の大会に出まして、うんうんうん、そしてまあ、うん、こう週に1回の大会から、はい、まあ、月にの大会から年の大会でずっと、はい、まあ、勝ち抜かせていただいて、でそこで、はい、まあ、審査員の方に、はい、いいねと声かけていただいて、はい、まあ、それがきっかけです。それはいくつの時ですか。いくつ、はい、デビューする前です。10代くらいですね。わかりました。あ、そうなんや。ほんで、去年ね、なんか新曲作られたでしょ。はい、ね、そのことちょっとお聞きしたいわ、新曲について。あ、そうですよね。もう1年経ちましたものね、うん、この大阪シネマ、はい、はい、うん、出ました。はい、はい、うん、全国でも有名な滝野英二先生に、はいはいはい、作詞、はい、作曲していただいて、はい、そして、はい、もう本当1年、1月27日発売なので、ちょうど1年と、本当に1年と、ね、1年前ですね。はい、そうですね、そうですね、そうやね。はい、手応えどうです。そうですね、うん、まあ、YouTube でも配信してますけど、うんうん、まあ、今日でさっきもちょっと見たんですけど、はい、配信されてるのが、まあ、7000人、7200人、271人。素晴らしい、詳しく言うと、うん、はい、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。もっともっと、はい、1万2万といけばいいんですけど、なかなか難しいですけど、 YouTube 琴音恵子さんの、はい、よろしく、大阪シネマ見てあげてくださいね、はい、お願いします。はい、もう早速だけどその歌聞かせていただこうかな。はい、ね、よろしくお願いします。はい、はい、では大阪シネマ、はい、はい、聞いてください。はい、
いけないですか。私の愛は迷惑ですか。もしも時間が止まるならば、このまま二人を閉じ込めて。大阪シネマ明かりが灯る、あなたと出会った淀山市。早速ね、はい、中村さんからねいい歌ですよってコメントきましたよ。ああ、そうだ、はい、うわ、ありがとうございます。それからね、竹本さん、はいはい、しおんちゃん、松田さん、はいはい、青木さん、はい、中村さんですか、はい、平井貴和さん、はい、真鍋さんと読むんでしょうか、はい、たくさん見ていただいてますよ。ああ、そうなんだ、いい歌ですよ。ありがとうございます。良かったですね。はい、ありがとうございます。この歌にね、はい、松田なんか思い出あります、うん、歌の吹き込みとかされた時に思い、そうですね、うん、本当は、はい、もう一曲の方の女人情夢太鼓が、はい、まあ、昔で言う A 面っていうか、あ、はいはい、予定だったんですけれども、はい、まあ、社長さんが、はい、社長さん、山本社長さんですか。そうです、おられて、うん、はい、まあ、一緒に、はい、滝野先生もいらっしゃったんですけど、はいはい、この大阪シネマの方が、はい、こう聞いててこう曲に乗れるし、はい、みんな覚えていただけて、はい、歌えていただけるんじゃないかなっていうことで、はいはい、急遽レコーディングの時に変わって、はいはいはい、で、この、はい、まあ、CD にもハモリが少し大阪シネマのとこあるんですけど、うんうん、それも急遽、はい、スタジオで、はい、もう滝野先生がわーっとこの曲言ってって言って、はいはい、いただいて、うんうん、そしてそこでハモる。ほら、滝野先生がハモってくださったの？はい、ハモるっていうか、ハモる音程を作ってくださった。作って急遽。
本当に。じゃあ、あのこれから誰でもハモれるわけね、そこで。まあ、歌われたら、ね、そうハモろうと思えばハモれるね、っていただける。はい、そうなんです。いや、よかったね。そうなんです、すごいね。はい、びっくりしましたけどね、ま、はい、私もね、YouTube で見ましたけどね、可愛いドレスですごく素敵ですね。いや、恥ずかしいです。あの YouTube でね、可愛いドレス姿のね、琴音さんが歌ってますので、はい、皆さん琴音恵子大阪シネマ見てあげてください、はい、よろしくお願いします、ね、はい、ジャネさん、この歌どうですか。いいでしょう。すごく素敵な歌、なんか、うん、歌がすごく優しいですね。ああ、そうですね。なんかいい、ね、歌声で。ありがとうございます。内容的にもすごく良かった。うん、ああ、なるほど。はい。もう、この、こういうな演歌の、演歌っていうか、ぽくないでしょ。そうだよね。ちゃんと演歌、演歌ではない。ないですね、と思いました。こっちの方が歌いやすいんですか。そうですね、皆さん。いや、まあ、どんな歌も結構好きですけど、はい、演歌は演歌で、後で出かけていただくのは、ド演歌ですかね、結構。外国人の方は、こっちのね、2人の曲の方が聞き取りやすい、入りやすいかも分かりませんね。そうですよね。よく良かった。よかった、よかった。ありがとうございます。メロディはどう？メロディはすぐもうパート。メロディは割とすんなりと入ってきたっていう感じですかね。ああ。そうですね。作曲は今はもうされてる。作曲とか詩を書いたりするの？その滝野先生。はされてます。じゃあ琴音ちゃんがされてますかって教えて。私詩ですか。いや、詩はしてないです。いつかやろうと思います。これは全然私は作詞の方はしてないですけど、あの一曲だけ作曲をねしたことがあるんですけどね、このアルバムには入ってないんですけど、あの一曲だけ、それも演歌演歌ではなく、ちょっと流れるような感じの「あなたの海峡」というね、あの歌を作らせてはいただいたんですけど、それもかれこれ7、8年前ぐらいかな。でもすごいですね、作曲するのは素晴らしい。もうその一曲だけですけど。素晴らしい歌声。はい。また機会があればね、聞いていただければと思いますけど。あの、それか突拍子もないこと聞きますけどね。はい。琴音恵子さんって芸名ですか？芸名です。あ、私。その芸名が、あの、おことを昔やってて、今最近ちょっとやってないんですけど、そのおことの一応師範持ってるんですけど、それがおことの音が好きなことから「琴音」と自分でつけたんですけど、あとはまあ「きいこ」は字は違いますけど、私琴音さんってすごく綺麗な響きでしょ。ほんで、いや、これは本名じゃないなと思って、やっぱ芸名なんですね。そうなんだ。名前でね、割と琴音ちゃんとかいう人がね多いですけどね、今。名字っていうのはなかなかないんで、おことの先生だったんですか。そうなんですね。どうで、あの女らしいと思いました。いや、そんなことないです。はい、だから、あの、今度、本当は、あの、もう17周年ぐらいになるんですけど、歌い始めて、でも15周年、コロナの前に、本当は記念のコンサートみたいなのしたかったんですけど、それがまあちょっとできなかったんで、一応15周年と名を打って、あの、今度6月の5日に、したいなと思っているんですね。もう場所も決まってる。そう、場所は笹山、あの、私が今住んでるところの丹波笹山の、あの、四季の森っていうね、ホールでしようかと思ってるんですけど、その時に、おことを披露しようと思うんですが、でも全然、最近練習
してないものでちょっと思うとくもしないといけないんですけど、じゃあそこ行けば琴音さんのお子供の演奏も聴けるわけですね。6月5日でした。そうですね、ね、そうですね、素晴らしいね、いいね、いいね、できればの話ですけど、いやいや、楽しみですね、はい、一度もお披露したことないんですね、まだ。ああ、そうですか。はい、今度初めてなので、歌うより緊張するかも。あの、私いつも琴音さんにお会いした時ね、うん、感心するんですけどね、はい、すごく素敵なお姉さんがねマネージャーでいらっしゃるでしょう、はい、今日どうなさったんですか。今日いらっしゃらないから、今日は、うんうん、なんか用事がありまして、はい、うん、なんか、あ、そっちを取ってしまったんですが、そちらの方でね、はい、行ったようでございます。そうですか。私に会うたびにね、もう琴音さんのことお願いしますって、すっごくあの妹思いなんですよ、お姉さんがって。すっごくいい人だから、今日はおかしいなと思ってよっぽどいいことが、いつもお二人ですか。そうです、いつもお二人でいらっしゃってます。はい、ね、今日は後でね、なんか番組は収録版見られるということですね。そうそう、後で お姉さんね、収録版見ていただいたらいいですね。はい、そうですね、そうですね、また LINE で送ります。そう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 、はい、で上村さん、安尾さん、はい、ありがとうございます。うん、それから、はい、もう一曲の曲も聞きたいわ。 ありがとうございます、はい、何歌でした。はい、もう一曲は、うん、このあの、うん、信長の前の、うん、天下人で、はい、三好長慶っていう方の歌なんですけれども、はいはい、ああ三好長慶っていう歌でございます。はい、はいはい、お、ああ、この三好長慶、ああ、三好、あ、長い、ここで長慶、はい、そうなんです、これ、はい、ああ三好長慶で、この見えるかな、はい、3月5日には、武者行列ちょっと北条公園っていうところを皮切りに、うん、ずっと、ね、あのこの武将の格好をしてね、うん、練り歩かれます。で、まあ、その時に、うん、まあ、最初に、はい、歌わせてね、あの、いただきます。大きなイベントですか。結構大きなイベントですね。はい、うん、じゃあそこ、それ何日ですか、これは。これは3月、ね、5日の土曜日です。うん、近々ですね、じゃあ。そうなんです。お、はい、どこ行けば見られるんです、これ。これはね、うん、大東市の北条公園っていうところから練り歩きますので、はい、大東市の方で。あ、そうなんだ、はい、大東市。もし、はい、多分あのホームページ、大東市のホームページ、はい、あのとかにも載ってるかと思いますので、うん、そうですか、ぜひお願いします。大東市、はい、3月5日でした。5日です。5日、はい、何時からですか。5日のね、何て書いてる、ここね、うんうんうん、10時からです。10時から。いや、はい、すごい、あのすごいイベントですね、この練り歩きなんてね、はい、すごい。で、この前に、うんうん、このあー三好長慶っていう歌を、うん、2月の20日に、うん、大阪の、うん、NHK ホールで歌わせていただきます。お、いつだって、はい、もう2月20日です。2月20日、はいはい、ホール。それは何の、はい、あの、これがそこの、あ、三好長慶 の、はい、あの県人会の方からの、はい、あの、まあ、出てくださいっていうお題を、はい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 、ご依頼がありまして、はいはいはい、そして、はい、あのこの三好長慶の歌を歌わせていただきます。はい、わ、素晴らしいです。もう一回何日でした。2月20日です。時間だった、時間は、時間はね、 NHK ホール、 NHK ホールです。お昼、お昼から、からあの NHK ホールって、ね、なかなか出られないから素晴らしいです、ね、そう、あの入るだけでもなかなか、そう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 、もう入れるだけでも嬉しかなと思っております。あ、そうです、皆さんね、はい、じゃあ聞かせてください ね、はい、うん、ありがとうございます、はい、それでは、あ、三好長慶聴いてください。豊かな河内の国を命かけても守ります。
心に抱いて文武両道身不詳四国機内をその手に収め井森町で采配くるく違いますけど ねさっきの全然違う違うし太鼓のリズムがすごく良かったですね、はい、やっぱり戦国のあれね歌っていう感じでしたね。そう、ね、すごい、ね、なんか聞いてたらなんかすごくそういう武士が乗ってくるっていうのがね、うん、そうそうそう素晴らしい。ありがとうエリちゃんがね伊藤恵理子さんがね、はい、皆さんこんにちはっておっしゃってます、はいはい、それから平尾よしこさんありがとうございます、はいはい、林座長ありがとうございます。お久しぶりです。ご無沙汰しております。見ていただいてくれて、はい、ありがとうございます。中村さんがね、皆さん、はい、オミクロン気をつけてくださいよと今 LINE いただきました。そうですよね。ありがとうございます。ね、怖いですね。怖いですもんね。うん。ね。はい。リュウタ聞いて、はい、ありがとうございます。はい、これの曲の合間にはちょっと、はい、踊りをちょっと振り付けしていただいてるので、うん、合間だけですよ。曲の合間だけ、はい、少しだけ、うん、踊ります。ちょっとだけ。かわいかったね。それは いつその2月20日もうですし、うんうん、3月5日の大東の方でも、はいはい、そちらの方でも、はい、しようかなと思ってます。ちょっとの振りなんですけど、うん、結構難しいですよ ね、 そうですね、はい、やっぱり覚えるのは難しいですか、うんうんうん、振り覚えるっていうか、うんうん、タイミングですね。そのタイミングっていうより、うん、なんか踊りはこの普通の洋楽じゃなくて、うん、日本のはこう腰落としてっていうあれじゃないですか。伝統的な、伝統的な、あれがこうヨロヨロってなっちゃうんですね初めてだと、うんうん、だからそれをよろけないようにするのに、あ、そう足を鍛えないといけないので、そうおって、ね、本番でなったらちょっとあれなので、ね、それまでにちょっと鍛えてます、うん、でも歌手の方ってね、うん、本当に踊りを心得があったらすごくいいんですよ、仕草に、ね、だから本当ですよ、ね、必要必須 ね踊りってちょっと本当は、ね、ちょっと振り付けとか教えていただくことは、そうですよね、うん、だから良かったですね、 ありがとうございます。まだまだですけどね、本当に私も、はい、かちょっとかじってるだけですからね。あ、そうなんや、あ、はい、そうか、うん、私も北の桟橋ちょっと振り付けてもらってるよ。ああ、そうなんですね、うん、はいはいはい、うん、
まだ披露はしてないけど。あ、そうなんですね。いや、ぜひ見たいです。その振りはあの先生が教えてもらうと思うんですか。はい、そうそうそう、踊りのお師匠、踊りのお師匠、ちょっとしなさいって言って、ね、した方がいいですよ、ね、ちょっと立ってるよりもね、ちょっとこうした方がいいですよね。ね、難しいですよね、難しいです、なかなか、うん、そうそうそう、今の、ね、そうそうそう、曲と曲の合間の間にちょっとね、あんまりしすぎてもいやらしいし、そうそうそうでしょ、ギャーッとやってもね、そうね、あ、コメディアンみたいにそうでしょおかしいでしょ、ほどほどに、ね、ほどほどに、あ、品よく、さりげなく、難しいですね、はい、また頑張ろうね、はい、頑張りますね、よろしくお願いします、そうですね、はい、好きなこととかね、嫌いなこと教えて、好きなこと、嫌いなこと、まあ、好きなことといったら、今のね、おことも好きですし、まあ、歌手って歌歌わせていただいてますけど、やっぱ歌うのが好きで、なんか、まあ、どっかこう喫茶、カラオケ喫茶とか、なんか行った時でも、わりと歌手の方ってこう、電と構えて 2,3 曲グッと歌って、はい、お疲れさんでしたみたいな感じで帰れる方多いんですけど、私、歌いたいね、なんででしょうかね、そう、で我慢しとかなあかんのがすごいね、苦しい、それぐらい好きです、歌は。あ、だからもう小さい時から好きだったんです、ね、そうですね、小さい時から好きですね、だからお上手なんだね。いやそんなことないですけど、いやいや、全然まだまだ修行中ですから、ね、お姉さんからちらっとお聞きしたんですけどもね、はい、小さい時可愛くてね、歌ばっかり歌ってたからね、そうですか、もうだからこの子をちょっと一生懸命って応援したいとおっしゃってました。うん、そうそうそうね、お姉さんと、まあ、姉の推しのきっかけもあったんですけどね。そうそうそう、あったでしょ、お姉さんが一生懸命応援されたでしょ。そうです、姉がね、こんな歌も歌えるんです、あんな歌も歌えるんですとか言って、まあ投資していただいたから、まあこういう、そうそうそう、ね、でも姉の力はすごく大きいですよ、姉の力、ね、だからお姉さんが自分の夢を琴音さんにかけたっていう感じ、お姉さんも好きなのきっとね、それを自分がしなかったから、お姉さんも歌は歌えるんですか、ね、上手に、歌は、はい、歌います、でも後ろからね、応援して、押してもらったりして、ね、その支えはすごく大きいですよね、大きいと思う、絶対一人ではできないから、そういう人が身内にいることすっごく力になるでしょ、そうです ね、 ね、もうね、お姉さんに感謝ですね、支えられております感謝ですね、たまにこうして来へんこともそれは向こうの方がよっぽど良かったんでしょう、ね、そうですね、仕方がないね、そうですね、用事があれば、そう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 、じゃあ歌、嫌なところがありました、嫌なところ、嫌なところね、なん全部嫌ですよね、好きやったり嫌やったりややこしいのちょっと、もっと美しく、歌うことは好きね、歌うことはすごく好きでしょ、歌うことは好きでしょ、歌うことは好き、もろもろが嫌な時がある、いやもう、いろいろですよねでも大概歌手は、もうすごく歌が好きなんだけど、そういうダンスとか、でも嫌なところは人間関係、そうそうそう、複雑に、みんなそうだよね、そうですよね、複雑に絡み合った人間関係が、そうですよね、言葉で言えないんですけど、名前は言えませんけど、みんなそうですね、そうですね、言いたかったけどちょっと出そうやったでもそれみんな体験してることだから、そうですよね、それを乗り越えてね、そうですね、でもこれからはどういう形ですか、あの歌の、まあ歌の方も頑張ってはいきたいですけど、このコロナがね、そうですね、あれからどうしていいやら、まあ、さっきね、中村さんからもね、オミクロン気をつけてねといただきましたけど、本当ね、どうなるんでしょうね、そう、やっぱ歌うからね、こう普通に話するよりもやっぱ飛沫の関係もあるでしょうし、そうですね、だから今次の劇場というかね、ゲストを呼んでいただいてたりとかも、またそれもひょっとしたらまた中止になったり延期になったりね、そうですね、することもあるかもしれないんで、まあ実際この6月5日に向けて今
いろいろやってんですけど、それさえもまだそうですね、うん、これがもともと増えるねっていけばちょっと分かんなくなるかも分かれんし、そうね、まさかこんな、うんうん、なるとなるね、うん、こんな世界が、そう世界も世界中だよね、うんうん、そうそう世界中、関西で活躍されてる外国人の歌手たちも、はい、あの同じような状況なんですね、うん、そうですそうです、お仕事ないでしょ、うん、そうそうそうキャンセル、そうそうそう、そうだからもうこれからもしこれが、うん、まあ夏ぐらいには、うん、夏までには多分抑えていくんじゃないかなとか、うん、みんなそう思ってるんですけども、うん、もし抑えずに、うん、そのままの状況だったら違う方法で、みんなもう助けてくれっていう感じね、うん、どうしたらいいんでしょうね、うん、でも今海外ではもうそういう生ね、あの配信、うんうん、無観客の配信はすごく流行ったりしてるんですけども、ああ、ありますね、日本ででもね、と少しずつね、日本はまだ遅いなんですけど、こっちもやってるんですよ、ブラッカンさん、あのジャジャさんのね、BKTV テレビでされてるんです、配信、私最初、うんね、あの2人で、小島さんと挨拶して、うん、ほんでまた、うん、半年前だったかな、まあ、そうですね、また、また3月くらいにね、うん、予定してるんですけども、ね、うん、ぜひ、はい、されたらいいと思います、うん、それだったらうん、オミクロンとか関係ないでしょ、うん、 ね、だから誰が、そう、もう海外ではすごく流行ってるんですよ、うん、はいはい、みんな携帯だけではなくて、うん、そうそう、大きなあれで、大きな画面でも見れるし、ですから日本はね、いつもたま、ね、戸惑いという遅いというところもあるけど、でもまあみんな慣れてたらパーッと普及すると思うんですけども、徐々にね、うん、こっちも紹介しながらやってるんですけども、なんかリモートっていうのもだいぶね、もう浸透してますもんね、うん、そうですよね、うん、ですからもうアーティストかみんなそうな感じですね、もう、そういう会場も、会場のオーナーも同じような感じです、うん、そうです、そうです、そうです、本当、まさかこんな世の中になるとは本当にでも聞いたのは、うん、ウイルスが、まあ、基本的には自分が悪いことをやってるとか思ってなくてっていうのはおかしいけど、うん、自分は生き残るためになんかもうそういう変異していくんですよね、あ、向こうも生き物だからね、そう、生き物だからどうすればいい、でも変異が頻繁、変異が頻繁になると弱くなる、弱くなっていく、要するに必死になってる、生き残るために、はいはい、それから力が弱くなって、でも変異して、自分もトライしてるんですよ、この方法はどうですか、でもなんか感染力が今度のすごいじゃないですか。でもその作戦ですよ、うん、ウイルスもそういう感じですよ。あ、なるほどね、生き延びたいから生き残るために感染力を強くして、でも、害が少なくなる、まあみんなね、もうちょっと我慢して、ね、そうですね、多分なくなっていくと思うんですよね、だからまあ、こういうのとは別に、私あのレッスンとか、歌のレッスンとかさせていただいてるんですけど、はいはい、ですけど、はいはい、でも、なんかそういう方も、この感覚が空いてるじゃないですか、そしたらもうそれに慣れてしまって、やっぱやめとくわっていう方も中にはいらっしゃるんですよね。間がくからもうなんか、もうそれに一生懸命なってた気持ちがちょっとくじきちゃうわね、もう家にいるのでも慣れてしまったとかいう人もおられるんで、ちょっと寂しいですけどね、でも寂しいけど、でも多分復活すると思いますよ、もうちょっとね、状況が良くなったら、夜になったらね、復活するね、絶対に、だからずっと家にいる何もなかったら一番辛いですね、ねえ、つまんないですもんね、ね、誰かとこう喋るだけでも、そうそうそう、いいかな、だからレッスンに行かなくてもね、先生とおしゃべりしたいという方もいられるんですって、私のお友達がおっしゃってた、だから歌わなくてもいいから先生の顔を見に来たっておっしゃって、だからそういう生徒さんもね、いらっしゃったらいいのにね、ね、まあ実際、まあ進んでるところもね、やってるところもあるんですけど、そうなんです、長渕さん見ていただいてありがとうございます、はい、そう唐突なこと言ってごめんなさい、ね、直で入ってくるんですよね、そうなんですよ、嬉しいですね、そうです、SNS はあまりされてないですか、私あんまりね、やってないですよね、 LINE ぐらいですよね、 LINE
ね、うん、でも大体用事が積むんじゃん。ミュージシャンは大概、まあ、日本のミュージシャンと海外のミュージシャンの違いは、うんうんうん、海外のミュージシャンもみんなもう SNS はすごい得意な時代、うん、8割は結構ある。8割は、はいはいはい、うん、2つか3つぐらいこな、うんうん、使いこなしてる。おー、はい、はいはい、もう60歳、うん、70歳のおじいちゃん、おばあちゃんでもなんかめっちゃすごくやってるんですよね。すごい。すごい。そう。だからびっくりしてる。でも日本はね、なんかもう、うんうん、ああ、わかりませんとか、わからないっていうのも多いんですけど、でももうちょっとね、そうそうね。でも、あの、キヨさんは結構ね、使ってますよね。SNS、Facebook とか。ネット、インスタグラム、インスタグラム、あ、私はでもちょっとですよ、そんな深くはしない。うん、まあこっちでもなんか準備の時に、うん、あ、こうしましょう、こうしましょう、私は言わなくてもみんなに教えてあげてるんですよね。こうする、すごいなって。教えてください。いやいや、私も教えるほどはいけないですよ。私も、うん、失敗ばっか、うんうん、ちょっと難しいとこがあって失敗は、うん、多いです、うんうん。そうですね。じゃあ歌の、あの歌の、はい、琴音さんのね、歌また聞きたいです。うん、あ、そうですか。書きましょうか。うん、時間ありますし、もう、あの、あ、ありがとうございます。女人形、女太鼓、ジャジャさん、2番ですけど、うん、お願いできる？あ、2番ね。うん、ね、この歌ね、本当はあの A 面になる予定だった。違う。じゃあこの A 面じゃないの、これが、あなた。まあ両A 面ですけどね。そうそうそう、はい、女人形これ聞かして、はいね、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあこの歌についてまた、あ、ついて、はい、さん、ちょっと女これちょっと説明してください。どんな感じですか。どんな感じというと、うん、まあ、あの、うん、根性のある、まあ、女の先生の作詞作曲でしょ。あ、そうです、はい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 、これもそうです。もう頑張って生きていくぞ、うん、みたいな感じの、なるほど、あの、はい、これぞ演歌っていう、これ YouTube に入ってます。YouTube にも入ってます。 YouTube 入ってる。 YouTube にも、でも歌ってますので、はい、また聞いてみてください。はい、可愛いですね。それでは女人情夢太鼓聞いてください、はいはい、いや聞けてよかったわ。ありがとうございます。
道天を味方に生きてゆく花よ咲け燃えて咲け女人情森健一さん、うん、渡辺三郎さん、ありがとうございます。森健一さんね、とても楽しい会話ですねって褒めていただきましたよ本当ありがとう、嬉しいな嬉しいな、ね、ありがとうございます、ね、嬉しいね、はい、褒めていただいたらね、はい、すごくね、はい、ね、はい、うん、それから、ね、はい、琴音ちゃんのね、はい、今後の方針とか、はい、あったらしたいこととか、はい、教えて、うん、うん、方針というか、まあ、先ほども言いましたけど、うんうんうん、まあ、6月5日、うん、15周年、そうそうそう、15周年イベントを成功できるようにしたいのと、それからあとはそうですね、うんうん、まあ、なレッスンなんかもその合間に、うん、まあ、うんうんうん、ずっとね続けていければと思います。で、役市役所の方からもちょっと頼まれてて、はい、うんうん、高齢者大学っていうのがあるんですけど、はいはいはい、そこでまあ講師の方も、はい、今今年度は3クラスやってたんですけど、うんうんうん、また一つ増えまして4クラス、うん、素晴らしい先生ですか、ま、はい、お詳しい講師の方、ね、それはどんなことを教える、あ、歌、もちろんの歌の、歌、うん、レッスンなんで、まあ、男性の方、女性の方いらっしゃるので、だから男性の曲、女性の曲を、まあ、チョイスして、その2時間あるんですけど、その間にその曲をさせ、歌わせていただいて、覚えて帰っていただくと。そうなんや、ような形をねしてます。そうなんや、ますますそうしたご活躍で、歌いっぱなしですけどね、その時はもうあの近々ラジカの方に行かれるっていうこと、どこですか、 ラジオ関西、 あ、そうです、お聞きしたけど、はい、あれは2月1日、はいはいはい、ラジオ関西、どんな番組ですの、わきあいあいとした、はい、すみせん、杉ひろしさんの、杉ひろしさんのはい、番組で、うんうん、はい、私もちょっと応援に行くかも、はいはいはい、行かせていただきます。その時はまたこの曲長さっていただいて、ね、そうですね、すごく活躍の場があっていいね、はい、ね、すごい、やっぱ教えるっていうこといいでしょ、だからそうです、うん、自分のまあためにも、うんうんうん、なりますかね、うん、あ、こういったところちょっと注意しないといけないなとか、うん、なこういう細かいところ、やっぱりこう教えるっていうのはいい加減には教えれないんで、自分がきちっと、うん、音符を確かめとかないと、うんうん、えってなっては困るんで、そうだよね、うん、まあ、生徒はもう各個人自分のスキルとかあるからね、そうですね、それを磨いていくのが、うん、何が一番みんな、まあ、生徒はみんなこういうところを磨きたいとか、あ、まあ、まずはその新曲っていうかそういうのを覚えたいっていうのもありますし、うん、で、まあ、大体一般的には割とこのこういう曲っていう形で曲だけ覚えて帰られるところも多いと思うんですけど、うんうんうん、でもまあ一応演歌って特殊なんで、うん、だからその思い入れのところとか、うん、その歌い方とか、うんうんうん、そういうのをちょこっと、うんうんうん、ワンポイントっていうかそういう形で、あ、なるほど、ですね、させていただいてます。そうだよね、みんな楽しく和気あいあい、そう、和気あいあいとです、はい、もちろん、はい、なんか笑うことですごくいいんですってね、うん、赤ちゃんはものすごく笑ってるんですって、うん、だんだん年がいくほど笑いが少なくなるのね、あ、上や、ね、年齢が上がる、考えることは増えてきて
深刻悩むことも多くなってやっぱり笑うっていうことがすごくいいんですって、ね、だから歌はすごくいいでしょ、うん、そうですね、歌って笑ってる人多いでしょ、そうですね、怒ってる人ないでしょ、そんなに、だから歌ってすごくいいなと思う、そうですね、うん、まあ笑顔もあれやし、うんうんうん、で、はいはいっていうかし、うん、はい、そうそうそう、そう、ね、はい、鍛えられるし、声帯も鍛えられるし、やっぱり年齢を重ねていくと、うんうん、この声帯が開いていくんですってね、うん、な、使わないと、うんうん、全く使わないと、うん、だから声も変わっていくし、うんうんうん、出しにくくなるし、そうそうそう、なんか声もちっちゃくなっていくし、なんで、うん、もう喋るのもいいし、うんうん、やっぱ歌っていうのは、うん、いいと思います。結構、うんうん、それだけじゃなくて、こう人とのこの出会いも、うん、でもそうそう、出会い、うん、いろいろ、作ってくれるしね、あるし、うんうん、だから普通に、うん、まあ主婦だけでいると、うん、出会いなんてほとんどないじゃないじゃないですか。本当本当。うん、ね、それがこうみんなとこうして、うん、そうね、会えるっていうのは、うん、それが大きいのもね、そうですね、大きいね、そうですね、やっぱりみんなとお会いしてお話しすることがすごくいいと思う、うん、私、うん、だってこの番組も、うん、もうそうそう、歌で、歌で、うん、そうですね、今日初めましてでございます。もうこれフレンドリーで初対面と思えないほど、そう、そうでしょ、やっぱりいいでしょ、うん、いいですね、うん、はい、ね、足立さん、関本さん、大山さんも見てくださってありがとうございます。もうたくさん見ていただいて、今日も嬉しいです。ありがとうございます。まだ収録版もみんなシェアしてくださいね。収録版もね、また明日にも上がりますね。そう、ね、まあ、今夜、ね、うん、YouTube、まあ、明日からね、見れるからね。うんうんうん、バッカンテレビ、YouTube、キエの部屋、ようこそ上げていただきますから、見てくださいね。お願い。可愛い人ゲストですからね。よろしくお願いします。お願いします。そうですね。あっという間ですね。はい、そうですね。もうあっという間の時間が経ってしまったけどもね。はい、ありがとうございます。ね、また、まあ、はい、琴音さんのね、ますますのご活躍お祈りしてます、私、はい。ありがとうございます。ね、もうなかなかですが、うんうん、もうずっと修行中で、いやいやいや、そして今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました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 、ありがとう。